12時50分から男子4回目で決勝です。プログラムは46ページをご覧ください。この種目の東海学生記録は39秒29、大会記録は39秒77。それでは名順に選手を出場するチームを紹介します。第1レーン東海学園大学、そのオーダー小林くん、谷口くん、金原くん、宮川くん。第2レーン岐阜大学、川口くん、所くん、梶くん、笹田くん。第3レーン中京大学、同じく第4レーン順慶大大学、佐藤くん、第5レーン常葉大学、津賀谷君、石川君、岡尾君、鈴木君。第6レーン愛知教育大学、秋山君、手村君、高野君、秋葉君。第7レーン愛知学院大学、奥村君、金宮君、滝森君、河村君。第8レーンを開けます。以上、7チームにより男子 400m リレー決勝のスタートです。中京大学、時間39秒17。2着岐阜経済大学、40秒25。3着常葉大学、41秒48。4着愛知教育大学、41秒49。5着愛知学院大学、42秒33。6着東海学園大学、42秒51。以下は大畳賞をご覧ください。